バット3度目の登場です。藤原義明、菊池剛組対川田俊明、菊池正信組の対戦、タッグマッチ30分一本勝負。ようやく四天王の一角川田俊明とタッグで対戦することになりました。藤原、今日僕はインフォネクストを持って出かけた。え、会議は延期と急いで伝えて。はい。これがポケベルの新しい方向。電子メールです。素晴らしい。あけみさん、今晩フグでも食べませんか。はい。カオブタ食べちゃうの。携帯情報ツールドコモのポケベルインフォネクスト、しかも一斉に遅れます。あれ、あけみさんまたやっちゃったんだ。はい。このまま動かないで、せめてもう少しだけ。恋と花火と観覧車、抱きしめてあげたい。これもマープです。ふっさふっさアドベンチャー。ジュニパプリサンテルトンボディ、ウトラモーレデジャ乾いてる。冬暖かく夏涼しく、結露も抑える。生活断熱はテルモアから日本の窓が変わります。 YKKAP。 今すぐさあキスをしよう、あなたを知りたい。裸になっても宝石は脱がない。ラプソアの銀座受愛浴中巻き、新宿本店新宿駅東口前。君をちょちょ、あなたって笑えよ。声がいいわ。会いたい。ただいまより会わない。あっ、 J4 バイバイ。夜が妹をもてあそばないで、二度と会わないでください。泣いて。三枝さんは私のせいじゃない。習い始めたんだ。よろしく。明日夜10時放送。月曜10時は日テレちゃん。秋山純、地元大阪で四天王の一角カウデをキングセンター。秋山純裏側コーナー270ポンド、田植え秋。世界タッグのベルトを取り返しました。充実しています。田植え秋、赤のショートタイツ田植え秋、一方青のショートタイツ秋山純、それぞれ赤コーナー青コーナーに控えます。放送の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。よろしく。まずこの新春ジャイアントシリーズ大阪大会で、秋山にとっては願ってもないチャンスが訪れましたね。そうですね。この四天王の田植えに対します、秋山純であります。リング中央、まずエルボー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 、しかしすぐさまボディースラム、あと声を出してもう一回エルボー、そしてまたしてもボディースラム。おっと、トップを壊してエルボー、膝がガクッといった。田植え、ロープに飛ばしてドロップキック、おっとこれは寸でのところでかわした。田植え、ハイキック、早くも打撃系の技が繰り広げられております。さあ、田植えがロープに飛ばしてハイキック、ハイアングルで決まった。思わず場外に倒れ込みます秋山です。いや、まずエルボーで攻めていったところは良かったんですけれどもね。そうですね、まあね、でも田植えもね、秋山にフォローされたことがありますからね、緊張はしてると思うんですよね。なるほど。それは今までの秋山に対する接し方とはもう違ってるわけですね。そうですね、それはね、随分もう秋山の力もついてきたのは認めてますからね。あと、しかし早くもエプロンサイド、これは嫌な予感だ、これは嫌な予感。フリーボールシーンが早くも見られるのか。さあ、ブーブー掴んだ、エルボーで返す。あーっと、寸でのところでかわしました秋山。あれを食ってしまってはもうエネルギーの半分以上は失ってしまいます。バーッと張っていきますが、力でねじ伏せます。田植え、あーっと、鼓膜も破らんばかりのチョップ、相手を見舞っていきます田植え。
1月17日川田とのコンビでウィリアムズエースぶりから世界タッグの王座を奪い返しました。ちょっと声を上げる、エルボーエルボーエルボー、田植えの張り手に対しては秋山エルボーだ。ローリングラリアット顔面に打っていった。持病の腰を痛めています秋山、しかしその腰の不調を全く感じさせません。ニュートラルコーナーに振った、エルボージャンピングしてのエルボー、腕を掴んでさあ行くか、スープレックスの体勢、しかし投げることはできません。ハイキック、あっと秋山の技の流れはことごとくこの田植えのハイキックの前に途切れさせられてしまいます。バックに回った田植え、さあ行った、投げっぱなし投げっぱなし投げっぱなし、シャーマン早くも火を吹いた、投げっぱなし、シャーマンデビュー10周年田植え明充実の春、早くも秋山を投げっぱなし、シャーマン大阪府立体育館は万代の秋山コール。このコールが耳に届いているか、秋山さあ投げ捨てた、アトミックドロップの体勢から投げ捨てました田植え、ロープに足がなんとかかかっています。去年の1月26日川崎大会では6人タッグながら初めて田植えから3カウントを奪った秋山、しかし去年のシングルマッチ7月18日岡山大会では17分32秒のど輪で敗れております。シングルでの勝利はありません秋山。鉄柵攻撃、あっとそこで田植えがマットを外した。まだ試合開始5分も経っておりません。早くも場外熱い攻防、赤のショートタイツの田植え、さあ首ネックを掴んで、あっとエプロンに上げた、エプロンに上げた、フリーフォール式が出るのか。まだ田植えの表情余裕があります、汗もかいておりません。この早い段階からフリーフォール式のボーが出るのか、悲鳴が聞こえる、悲鳴が聞こえる、さあどこは行くか、どこは行くか、こらえる秋山、こらえる秋山、力を込める田植え、ゴールデンチョップ2発目3発目、さあ秋山の体勢が崩れた、秋山の体勢が崩れた、危ない危ない、どうだ危ない、どうだ行くか、グッとこらえる秋山、エルボーで返した、ハイキック、エプロンの攻防が続く、ボディのあたりにショルダータックル、なんとか難も逃れました。いやー、このマットを外した瞬間はヒヤッとしましたが、秋山よくこらえましたね。そうですね、バックに回って秋山、先ほどは投げっぱなしのジャーマンを食らっています。ハイキックをかわしてエルボー、しかしまだ倒れない、ローリングエルボーかわして、さあどうだどうだどうだ、これを巻き返した、これを巻き返した、巻き返した、ロープに飛んでジャンピングに、ジャンピングに、さあエクスプロイダー、今日一発目のエクスプロイダー、いったカバーに入る、カウント3カウント3、あっという間に勝負が決まった、秋山秋山タイメから初勝利、タイメからシングル初勝利、なんとエクスプロイダー一発、4分48秒エクスプロイダーで秋山四天王の一角を崩した、タイメからシングル初勝利、エクスプロイダーでなんとタイメから3カウント、将来はスタンディングオベーション、あっけに取られる田植え、なんとなんとこの新春の大阪、秋山が田植えからボールを奪いました。これもマープです。フッサフッサアドベンチャー、この気持ちよさは誰にも似ていない、キャデラックセビル、いろんな勉強していい選手になってるんですよね、はい、あとはね、そのやっぱりそのウィリアムスだとか川田とか、はい、そういうその三沢小橋、こういう選手とね対戦の経験がないんですね、ないことはないんですよ、タッグではあるんですけども、はい、これをやっぱりもっとこうどんどん戦っていくようになるとね、この井上は素晴らしい選手になると思いますね。非常にいいものを持っている、ということは言えますからね。何でもやりますからね、このシリーズでは一つの注目の的でした。あの新入団の長谷博選手も井上と対戦した感想を、いいものを持っていると語っていました。
しかしちょっとこの試合は痛めている脇腹への攻撃を集中されて、ああ苦しい苦しい、井上苦しい。これはね、はい、昨日ですかね、はい、あ、おとついですかね、浜松でね、そのイーグルにやられたんですね、この井上がこの脇腹をね、はい、ですから今日は分かってるんですよね、外人側は。今この相手のイーグルですね、はい、本当はね、はい、もう痛くてもね、こんなあの絆創膏なんか巻いてきてやったらね、やられる、そこを狙われるのはもう分かってることですからね、はい、逆に相手に今ここが痛いんだと分かってしまうということですね。あ、しかしそのチップといいますか絆創膏テーピングも外れました井上正雄です。そしてボストンクラブ、不十分な体勢ではありますが今の井上には十分効いているはずです。ここは本田多門がヘッドバットでカットに入りました。ジ・イーグルが前に倒れます。しかし依然として脇に手をやっている井上、ヒゲを蓄えました井上です。ですからこういうその大試合でね、井上も抜擢されるようになりましたから、こうやって絆創膏を巻いてでも出てくるというのはやっぱりその頑張りを認めてやりたいですよね、はい、あっと固い身に固められた。もう今がもしかしたら一番辛いかもしれないがやりがいのある時かもしれませんからね。そうですね、ですからね、怪我をしました休みますと言ってどっとない選手はね、はい、これはまたどっとない選手ですからね。あ、そしてこの頑張り、はい、出てきて頑張ってこのいいところを見てもらうということの方が本当に大事ですね、さあ井上、その馬場さんの、そして大阪府立体育会館に詰めかけたお客さんの、そして全国の井上ファンの期待に応えられるだろうか。本田多門のカット、バリアットかわされた、バックを取られた、危ない危ない危ない、川田がカットに入ります。そして本田多門がネックブリーカードロック、なんと言いましたか、おっと川田が入ってきた、まずはキック、そしてもう一発キック、まだ倒れない、バリアットかわしてキック捉えられた、おっとパンチ、もう3人がかり日本人チーム、井上と本田がウィリアムスをロープに振った、帰ってくるところ、あーっとダブルのラリアット、10杯一からげでダウンさせられました。15分経過、制限時間の半分を経過しました。さあそして青コーナーからはエースだ、金色の暴走狼、ナンバーに待ったダイビングのラリアット、大の字に倒れた川田、固められてカウントは2。そしてエースクラッシャー、エースクラッシャーの体勢、本田がカット、川田のキック、ラリアット、本田にスイッチ、赤コーナー、ようやく本田多門が入ってきた、あっとヘッドバットかわされた、もしかし今度は井上だ、本田がダメなら井上です、ボディスラム、そしてヘッドバット、あっとかわされた、なおも追っていく、追っていく、2度目がダメなら3度目、今度はウィリアムスイーグルのカットです。ヘッドバット1つで向かっていきます、本田多門、しかしバックを取られました、バックドロップ、岩石落とし。そして今度はジ・イーグルです、ミサイルキック、すぐさま立って、おっと赤コーナーは井上だ、しかしドロップキック、このジ・イーグルも今回で通算18回目の来日になりました。しっかり全日本プロレスマットに定着しているマスクマンです。キックをかわした井上、ラリアットもかわした、さあどうする、ラリアット全身を浴びせました、5500人がやんやの喝采、お客さんも井上正雄の頑張りをよく知っています。エルボーからもう一発、イーグルをね、ここまでこうやる、はい、攻めるようになりましたからね、そして今度はアルゼンチンバックブリーカーから何を持ってくるか、あーっとウィリアムス、もう一つです、もう一つの攻めが欲しい、川田の加勢だ、井
井上どうする、ブロックマスター18番脇を抑えながらカバーに入った、カウントはさあ、しかしこうなると井上にぜひともホールを奪ってほしい、それが人情というものであります。ニュートラルコーナー、エースが下から来た、イーグルも、そしてイーグルが登ってレインバスター、雪崩式です。あ、しかしこれはダメージがかなりきつい、カウント2回ですか、川田あえてカットに入りません、自力で跳ね上げた井上です。そしてウィリアムス、このピンチをしのげるか、おっとウィリアムスが川田、本田に突っかけて、そして井上を両立、危ない、スパインバスター、そして抑え込んだ、カウントはカウント2、いや、よく跳ね上げました、お客さんからも盛大な拍手です。この歓声が井上の耳に届いているのか、あっと子牛の夜勤押し、オクラホマスタンピート、しかしバックを取った本田だ、そして川田がそのまま倒した、カウントは2、いや井上見事に耐えました、そして本田多聞です、マリアットブロックしている、あっとドラゴンスクリュー、ドラゴンスクリュー、3人が一気に入ってきました、外国人コンビ、イーグルのラリアット、そしてエースのエルボー、そしてパワースラマースティーブ・ウィリアムス、カウントはカウント2です、カウント2、しかしエースとウィリアムスのこれはダブルインパクト、本田多聞1回転完全にテイクダウン、これは本田もう一発切ってしまうと危ない、完全に戦いは3つに割れています。そしてドクターボム、井上のカット、いや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 、これは井上のカットに大阪のお客さんも大喜びであります。そして井上が、あ、引っこ抜かれました、ねじ伏せられました、そしてイーグルが井上をテイクダウンさせます。そしてリングの外へ、また本田が孤立免状態、頭突きで応戦するがバックドロップを受けたら危ないぞ、あ、ドラゴンスクリュー、そしてなおかつ肩逆エビがためだ、依然として川田が入れる、あ、川田が入ってきた、本田、本田、本田大丈夫か、川田が止まらずカットです。さあ、果たして勝敗の行方はどちらに傾くんでしょうか、エースが川田に、そして井上和雄の姿がちょっと見えません、本田は相変わらず孤立無援です。ああ、そしてドラゴンスクリュー2発で痛めつけられた左足を、あーっと、これはギブアップが入ったか、ギブアップ入った、ギブアップ入りました、肩逆襟固め、スティーブ・ウィリアムス、ドラゴンスクリューから本田多聞を仕留めました。マイライフ、ラッシャーイ、ちょっと中のスペルでツルミー、切ってフランス料理、財布を忘れてわらびっくりしたな、超不意いことばかりじゃない、 Hey! My life! ラッシャーイ、プロミス。どうしたらこの手で私たちの熱い思いを伝えられるのだろうか。1998年長野オリンピックトーチリレーはジョージアが応援します。ゲーム買うならコンビニ、やめてー、やコンやお手ぶれ、このみーベストオブレード、予約すればガイドブック、コンビニで続きはゲームじゃ、デジキューブ。
タックマッチ30分の一本勝負、藤原義明、菊池剛組対川田俊明、淵正信組。藤原全日本マット3度目の登場です。今のところ藤原と川田コンタクトがない。さあここで試合の権利が藤原に変わったぞ。ファーストコンタクト、藤原と川田俊明。藤原の意をそぐように試合の権利を淵正信に譲ります。なんだよお前、そういう表情を見せております。藤原義明、おお、ここで藤原義明も、もう今タッチをしようとそのようなジェスチャーを見せたんですが、そのまま残ります。さあ淵正信と藤原義明、職人同士の対戦となっております。リング上、キックを打っていく、足を取りに行きました淵。先ほどはうまい具合にヘッドシザースをこの藤原にかけていった淵正信ですが、今度はグラウンド、藤原の関節地獄にはまっております。さあ川田が藤原の後頭部をまさに一周ストッピング一発。これには黙っております。おっと、さあ試合の権利があるのは川田ではない淵正信。今のがこの藤原と川田俊明のファーストコンタクトということになります。ロープを挟んで藤原義明はまさに川田の胸をどつきました。おお、さあこれで正式に試合の権利が川田に移った。お返しとばかりに藤原義明、試合の権利を口に譲り渡してしまいました。プライドとプライド、まさに意地と意地のぶつかり合いとなっておりますリング上です。さあ菊池と川田の対戦リング上です。キックを打っていく、ブレインバスターの投げ合い、ちょっと菊池は体勢が悪いか。腕を取りに行きます。折れ身逃しに藤原の得意技、脇固めをかけていきました川田俊明です。さあ川田、淵正信とダブルの攻撃か。いやいや、下がります川田。ハイキック淵、強し。この淵正信とは数々のジュニアヘビーのベルトをめぐっての名勝負繰り広げてまいりました。全世界ジュニアヘビー級チャンピオンの菊池です。おお、これで自らタッチして藤原義明リングに入りました。さあ川田、今度こそ藤原義明と正式にコンタクト。スペードのエース川田俊明がいよいよ藤原義明キックを打っていく。札幌2連戦、去年11月に行われましたその試合後、藤原義明は全日本のスペードのエースを出してこい、そのように要求しました。その要求が今日実現しております。四天王の一角、川田俊明と藤原のコンタクト。さあアキレス腱を固めていった藤原義明。川田俊明がキックで、いや離しません。藤原離せない。アキレス腱を固めにいく、取り返していきました川田はアキレス腱を取りにいった。両者譲りません。場内はやや川田コールの方が大きいか。顔面に、グラウンドのこの体勢でも顔面に川田俊明キックを放っていきます。体勢を変えます、体を入れ替えます。ロープブレイクです。サードロープに藤原義明が逃れました。ロープブレイク、さあキックを打っていく、ズバッと決まった。この蹴りです。
全日本プロレスの四天王の一角、川田利明のサッカーボールキック、藤原義明の背中にズバッと決まりました。さあ脇を固めていく藤原義明、しかしちょっとまだ体勢が不十分か。腕を取りに行きます藤原、膝を藤原の頭部に打ちつけていく川田。さあ藤原義明、大きくテイクバックを取ってヘッドバット3連発だ。さあ川田逆水平、もう一発受けます、藤原受けます、脇を取る、固める、島田信がいいタイミングでカットに入ってまいります。さあ藤原義明、藤原の胸元が川田の爪の跡でしょうか、赤く書かれたような跡が残っております。さあ試合の権利は菊池に移りました。ゼロ戦キックからおっと青コーナー、川田利明が藤原に突っかかっていった。さあ菊池をどう料理するか川田。藤原義明、全日本プロレスこれが3戦目ということになります。菊池剛を率いて川田淵組との対戦。さあ藤原乱入、組長乱入、淵正信も入った、4人が相まみえるリング上です。さあ淵正信はニュートラルコーナーで藤原義明を、そして川田利明リング上、あと腕ひしぎ逆十字が決まりました。カウンいやギブアップ、菊池剛から川田利明ギブアップを奪っております。最後は腕ひしぎ逆十字固め。朗報、ワイルドレスペクト、脇を取る、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。